2016年、失踪した遥を探すため、義勇ちゃんが広島にやってき、広瀬一家の人間たちと出会った後、広瀬一家の松永が経営するスナックでの揉め事に、義勇ちゃんが首を突っ込み、解決するという出来事があったのだが、揉めた連中が陽明連合会本家に、文句を言いに行く事態になると、小清水が広瀬一家に出張ってくることとなり、義勇ちゃんの前に、小清水は姿を現したのだった。桐生っちゅうのは、あんたじゃの。あんたは。陽明連合会本家若頭、小清水組組長の小清水ってもんじゃ。要は、広島のナンバー2ってことでいいのか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体を知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけど、あんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。そんな小清水は、五分の杯を交わすため、広島を訪れていた染谷とも、偶然商店街で出会っていたんだ。あ、もしかしてあんた、登場会の染谷さんか？染谷は事前に陽明連合会の本部を訪れると、手紙を送っていたのだが、小清水は染谷など眼中になかったため、染谷の来訪のことなどすっかり忘れてしまっていた。俺から見や、お前は昨日今日、都政に足を突っ込んだひよっこも同然じゃけ。小清水にそんなことを言われた染谷は、手土産として持ってきた3億を差し出し、器の小さい男に、これだけの金を用意できますか。というと、小清水は後悔した。こんだけの金持ってきたら、あんたじゃなくても杯交わしたるわ、ガキでも犬でも誰とでもな。だけど本当に器のでかいやつっちゅうのは、手ぶらで来ても気持ちよう杯を交わせるやつじゃないんか。すると染谷と小清水の部下が言い合いになったが、そこへ刑事の沼田が現れて止められると、一旦その場は収まることとなり、染谷は翌日に改めて、小清水の事務所を訪れるという約束になった。しかし翌朝、小清水の部下である竹雄が、意識不明の状態で発見される事態が起こると、刑事の沼田が染谷のところへやってき、染谷をしょっ引こうとしていたが、小清水が染谷のアリバイを証明すると、小清水は染谷を自分のところへ呼んだのだった。そして小清水のところへやってきた染谷は、自分の潔白を証明してくれたことを、小清水に感謝していたのだが、小清水は染谷にこんなことを言い出したんだ。俺がアリバイを証明したのは、あんたを札に渡さんためぜ。無所にぶち込まれたら、竹尾の返しができんぜろが。そう言って、竹尾を襲った犯人が、染谷だと思っていた小清水は、染谷に襲いかかろうとしていたのだが、そこへホテルの支配人から連絡があり、防犯カメラに、染谷の部下である京谷が映っていたため、京谷が怪しいということになると、犯人が京谷であった場合、落とし前は杯でつけろと言われていた小清水は、五分から六四に変更すると、染谷に伝えたのだった。小清水さん、落とし前の件は京谷の犯行が確定されるまで待ってもらえませんか。京谷を探し出して、事件の真相を明らかにします。染谷がそう言うと、岩見から命令を受けていた小清水は、染谷を見張ることにし、二人は一緒に、京谷を探しに行くのだった。その後、小清水は隠れるにはうってつけの、廃倉庫があると言って染谷とやってくると、読み通り京谷を見つけるに至ったが、京谷は竹を襲ってないと言ったんだ。竹
雄は京也から果たし状まで受け取っていたため、自分が疑われると思い、逃げたことを話すと、染谷は真犯人を探すことにした。ひとまず果たし状の字が、竹雄が書いたものでなく、左利きの人間が怪しいという結論に至った頃、竹雄の容態が安定したとの知らせを受けると、あとは竹雄から話を聞くだけとなった。しかし竹雄が無事だったということが、この狭い町であっという間に噂になると、真犯人にもそのことがバレると危惧した染谷は、竹雄を守ろうと病室を訪れた。それからしばらくすると、小清水もそこへやってきたため、小清水が竹雄を殺そうとしていると思った染谷は、小清水に詰め寄ると、実は小清水は、竹雄のためにお守りを持ってきたことがわかったんだ。尾道神外神社と書いてある、なんで小清水さんがこんなものを。そこで、お百度参りをしたんじゃ。生死の淵で戦っとる竹雄のために俺がしてやれることは、そんくらいしかなくてのう。アホらしいとわかっとっても、やらずにはおられんかったんじゃ。笑い竹笑え、両名連合の若頭が神頼みなんてのう。広島のナンバー2ともあろう人間が、部下のためにそこまでしたことを話すと、染谷は小清水のことを信じると言った。そんなやりとりの末に、刑事の沼田までもがやってくると、沼田が左利きの構え方で銃を持っていたため、それを不審に思った染谷が犯人ではないかと疑い、沼田を調べると、沼田は自分が真犯人だと白状したのだった。竹雄一人を始末する予定だったが、計画変更だ、てめえらも道連れにしてやる。そう言うと沼田は二人に襲いかかっていったが、案の定あっさりやられてしまうと、染谷と手を組もうとしたものの、極道のことを何も分かってない沼田は、小清水にこう教えられ、撃沈していった。極道の本分は取引や脳手、喧嘩じゃ。もしも染谷が広島を手に入れる時が来るなら、それは喧嘩に勝った時じゃ、脳兄弟。それが極道ってもんですよ。こうして真犯人が分かると騒動は収まり、竹雄も無事回復したことで、杯に関しても五分にすることとなったが、染谷の帰り際に、小清水はこう言ったのだった。俺はな、あんたと仲良し小吉の兄弟になる気はないんじゃ。あんたは拳を交えてこそ真価のわかる男や。今回保有した64の杯は、いつか喧嘩で奪い合おうやないか。望むところです。また、桐生ちゃんらが染谷のところへ乗り込み、乱闘騒ぎを起こした時には、再びそこで小清水が姿を現すと、桐生ちゃんらと戦うことはなかったものの、この騒動のけじめとして、広瀬一家には容赦ない姿勢を見せたこともあった。広瀬一家は、今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬には、きっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水くん、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね、聞こえなかったか。いえ、わかりました。かなりこわもてである小清水だけど、岩見会長に対してはご覧のように全く頭が上がらなかったんだよね。その後、広瀬の親分が春人を連れていなくなるという騒動が起こった際に、龍南神社に来てほしいと言われていた桐生ちゃんが神社へ向かおうとしていると、小清水は再び桐生ちゃんの前に現れたのだった。人んちの庭で好き放題やってくれますの、桐生さん。広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。
音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。キリュウちゃんはハルトが狙われる理由、コシミズは広瀬の居場所と、お互い聞きたいことがあったが、力ずくで聞くしかないとなると、ついに広島のナンバー2はキリュウちゃんの前に立ちはだかることになったんだ。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。まるで真島の兄さんのようにドスを持って襲いかかっていく小清水。トリッキーな兄さんが技のドスとするならば、力のドスとも言うべき小清水はとにかくドスを振り回し暴れ回っていった。まだまだじゃ。当たれば痛い小清水のドスだが、力任せのためか隙は大きいため、渾身の一撃はなかなかキリュウちゃんには当てられず、キリュウちゃんを苦しめたものの、結局キリュウちゃんには敗北を喫したのだった。まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。ああ、その後は常雄に仕え、常雄の命により岩見会長を撃ち殺すという汚れ仕事を任されるようになった小清水だが、自分の使われ方に次第に嫌気がさしてくると、自らの命を捨てて清見を助けようとした染谷には拳を交えていたこともあって、心を動かされたのか、命令に反して清見には空砲を放ち、清見をかくまうという行動も見せた。わしは染谷優が嫌いじゃなかったんですがの、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。その後は常雄たちの犬となりながらも、清見の殺しを誤認させ、再び清ちゃんらの前に立ちはだかっていった。序盤はドスなしで部下と共に襲ってくる小清水だったが、ドスがないとどうも調子が出ないようで、キリュウちゃんらにはやりたい放題されていった。そしてたまらずドスを取り出すと、まるで水を得た魚のように生き生きと突きを繰り出す小清水。挙句の果てにはこれでもかと言わんばかりに突きを繰り出し続ける小清水であったが、それがことごとく紀勇ちゃんに回避されてしまうと、小清水は再び紀勇ちゃんに敗北してしまうのだった。その後、常雄とキリュウちゃんの激闘の末に完全敗北した常雄だったが、相変わらず小清水にとどめを刺してこいと言うと、岩見社長、認めて使わさい、あんたの負けじゃ。引き際刺して自害した菅井の方があんたよりよっぽど立派な極道ですわと、常雄に対して苦言を呈した。極道は生き様、もしくは死に様なんです。引き際もわからん坊ちゃんには理解できんやろけどな。この後に及んでご自身の保身しか考えられんあんたに、極道の頭、陽明連合会会長は務まりませんわ。あんたのような奴は極道やない、二代目クルスタケルを名乗る器やないっちゅうこっちゃ。そう言うと常雄は、自分は父を超えたと反論してきたが、そんな常雄に対し小清水は、
岩見会長から口止めされていたことを告げていった。会長はこうなることを知っとったんです。せやからあんたに来栖の名を継がせんかったんや。極道の本質を理解でけへんあんたには陽明連合会の力を扱いきれんちゅうことです。その証拠にこうして坊ちゃんは気流に負けて全てを失ったやないですか。それに坊ちゃんの実力とは関係なく、会長には来栖の名を継がせへんかった理由があった。会長は年々その力を失うていく、この極道社会の未来を憂いておられました。実際、ここ10年の間に暴対法なんかの様々な法律で、どんどんわしらが生きにくい世の中になっとります。近い将来、極道の持つ今のような強大な力はなくなる。残念ながら、それは事実でしょう。やからこそ会長は表と裏の力を分ける道を選びはった。それが表と裏のどちらも発展させると確信して、表の発展を裏の力が邪魔して足を引っ張らんように、そして、裏の力が表から栄養に利用されんようにや。あんたに岩見造船を継がせたんも、来栖の名を継がせなかったんもそのため。それが長年にわたって表と裏から広島を支配し続けた、どこまでも合理的な来栖丈のやり方ですわ。わしもあんたも、これから時間だけはたっぷりある、会長の真意、ゆっくり考えてくださいや。すると常雄は、ついに現実を受け入れるようになり、その場に崩れ落ちていったのだった。そして事件後には陽明連合会の、二代目会長へ就任した小清水であったが、そんな小清水が、再び姿を現すことはあるのだろうか。